はい、それでは事後調査、小倉記念と関屋記念、特殊生活広報ですね、いきましょう。はい、まず小倉記念ですけど、今んとこ変わらずこの3頭でいきます。サマーセント、ランブリングアレ、そしてミスディレクションですね。はい、もう夏、調子チームたち選びましょうってことで、3頭全員、昇級戦含めて、勝ち馬、上がり馬ですね。はい、それ以外は前走、全くやったんで、はい、もうこれでいいですか。ここで決まった、ほんま超イージーやけど、前走勝ち組ね。まあ、サマーセント連チャン、ハンデ、まさかの52キロで走れるっていうね、まあ、前走50キロやってんけど、重賞勝ってもプラス2キロか。これ大きいっすよね。もう一回チャンスあろうと思ってます。ランボリングアレイが豊さんか。はい、昇級戦ですけど、まあ、前走圧勝でしたし、ありやと思います。小倉で、勝ってる実績あるし、ミスディレクション、太宰さん、5ヶ月分けてここですかね、どうしたんっていう感じなんですけど、ミスディレクション、ちなみに、確か、何やったっけ、あれ、小倉勝ってない、勝ってるは2000メートル発祥してます。はい、で前回ちらっと言ったんですけど、トニビ内包型ってことで、ミスディレクション、ミスキャスト、有名な、ビートブラックですね。はい。この舞台走るよってことで、先週ちゃう。昔、クランモンタナ来て、去年はメールドグラスとノーブルマーズ。はい。おととしは、サトノクロニクル。はい、トニビ内包型が4年連続かな、フェルメッツさんも来てますんで、よろしくお願いします。ちょっと今年ね、開幕週、やから、いつもより1周早いんで、ちょっと馬場の関係が綺麗すぎてと、未知数な部分なんですけど、よろしくお願いします。あと、サトノルークスがどうかやね。川田さんの重賞、全くやね、これ、どうしようかな。結構難しいだな、これ。川田さんを買うか買わないか。結構難しい。いや、買うけど、抑えるけど、軸にはしづらいよね。前日休み明け8着やったんで、今回叩き2走目なんですけど、いや、今年ほんまに何以来やったっけ、重賞って。ダノンスマッシュ以来か。4月から、いや、3月中旬からぱったりやもんな。平場は強いんやけどね。よろしくお願いします。これびっくりや、結構びっくりや。はい、あとノーブルマーズ、こちらも、去年同様3着馬やったっけ。あとトニービー内評がね。はい、ジャンポケも最近数少ない希少価値となってますんで、よろしくお願いします。成績はね、大したことないんですけどね、脂肪的にね。はい、去年3着巻き返し、よろしくお願いします。何以来やったっけ、登るのが。あ、七夕賞か。七夕賞はちょっとババがあれやったから、度外視ですね。はい。で、特注馬がここ、アウトライアーズしております。これも、度外視の馬なんでね。はい、前走度外視。メイステークスちゃうな。じゃあ、小倉大賞典か。で、今年5着と、去年の小倉記念6着の実績で、鞍上がどちらも丸山さんちゃう、丸田さんなんで。はい、前走ね、ここまでチャンスあるかなと思ったんですけど、ボームの関係ダメやったんで、今回もう一回リベンジってことで頑張っていくと。丸ちゃんか。丸ちゃんか、あるやろ。あら、無理。丸ちゃん。丸ちゃん。今年3パーやで。これは悲しい。結構これは悲しい出来事。はい、よろしくお願いします。はい、続きまして、関屋記念は、前から言ってますアストラエンブレムですね。はい、新潟マイル3勝。そして今回鞍上が約束通り広志さんですね、来ました。新潟マイル3戦3勝のアストラエンブレムと、関屋記念過去10年で7回騎乗しまして、3、1、2、1か。はい、副賞率驚異の85%、よろしくお願いします。まずレッツゴー切り石まで勝って、はい、外のフロア3着、AC リターズ2着、レッドスパーダ1着、はい、里のギャランド3着で、騎乗なし、騎乗なしのプリモシン1着ですからね、よろしくお願いします。これ強い。はい、で、2年前は、
プリモシーンで買ったんですけど、今年もプリモシーンですね、シルクシルクで、セットでってことで、はい、まあ一昨年より、5キロかな増えるんですけど、どうでしょう。ワイドでシルク堂にするか、せやねシルクやからね、三浦康生さん下ろしてきた、北村博さん起用してきたんで、多分これ本気なんですよね、正規記念見てて。これもシーンが飛んでくれる可能性あるんで、アストラエンブレム副賞が4倍ぐらいついたらいいかなと思ってます。追い切りがちょっと甘いって聞いてるんで、はい。あとアンドラス、デント・シャイデン、クリノ・ガウディ、サドナーサ、プリド・グレツさん、ミキ・ブリアンデ、ミライトン、メケ・ダイハート、ここら辺出るくるかわかりませんって候補と、あとグルビットね、注目は今回グルビットにしてます。ディーブ簡単、今回もデムちゃんやから以上です、ありがとうございました。はい、デムちゃんの時馬券外してません。前走はデムちゃん強で3着、やっぱここ取った時にやっぱりね、デムちゃん取れてくるんでよろしくお願いします。ミナリクさんでもスミオさんでもなくデムちゃんがいいらしい。レーンさんでもないから、これ珍しい。レーン、スミオ、ミナリク外してデムールだけね、過去1着と前走3着からね、デムちゃんだけは信頼に実績ありますよということで、慶応杯スプリングカップ以来ですね、調子いいんですよ。半路51秒と、ラストに1アロン11秒8ですからね、姉妹やいいし、かなり状態いいと思うんでよろしくお願いします。いいと思う、本命にしてもいいかなと思ったんですけどね、うん、アストラエンブレム見てたからシルクドにしてますとりあえず、はい、いやグルビットいいと思うなこれ、いいと思う。キャロットハムですか、シルクシルクキャロット、これあそのパターンか、なるほどね。いや状態いいよね。2走前どうやった、2走前の状態51秒2と11秒7でしょ、いいですよ。ちなみに東京行った時どうですか、慶応杯の時は、はい、どうですか。ああ悪くないですね、51秒ね、いいですね、状態がいいですよ、よろしくお願いします。グルービット。うん、そうやね。多分いける。グッタムハンデの時ちなみにどっか、すいません。結構しつこいです。11着、これはこの時も女子の。あ、大体この50秒走るんですよ。分かりました。ありがとうございました。さて、意味ね。はい、ということで次は食事の成果と候補いきましょう。はい、最後に副調整が図工ですけど、明日立ち会う決定、土曜日か、明日ちゃうとね、ノン重賞もあるよね、またこれ重賞ない日続くな、まず TBH 賞ですね、一応候補ですよ、まずもうメダリオンモチーフにしてます、牝馬なんですよねこれね、はい、いや他にもあると思うんやけど、とちょっと注目したい、ね、ダートに変わってからですけど上がりがすごくて、はい、1年2ヶ月ぶりに帰ってきてまた強かって、いや強いと思うねんなこれ、ずっと勝ってるからね基本、はい、前走東京で負けましたけどワンターンなんで4コーナー右回りだったら期待したい等です、よろしくお願いします。人気出るやろうな多分、安城祐介さんか、だからシベリウスとかダンスキャッスルね、前走ここで、ちょっとやらかした組、まあ、シベリウスは2着やったんですけど、これがどうなるかやね、でも前走構成的にも、まあ、あんまり変えてくれない、ソリスサンダーもそうやけどね、まあ、ソリスサンダーだけ変えるかなってとこかな、状態的に、状態的にね、状態はな、はい、次、アーソステークス、これも残念、中京系の馬が今回、今年おらんので。ナレアーガーロと、あと名称は確か、まあ、IPS で逃げれたりとかさやし、まあ、どうやろう、ただちょっとオーベルニューがおるんで、豊さんやったら、競りかけていくもおらんからチャンスかなと思って、大橋さんと、マクナレガーですね、前走、初重賞で惨敗しましたけど、まあ、ヘアステークスね、それまでしっかり圧勝してますんで、よろしくお願いします。この方も結構強いですね。安城カードさん。あと、上越ステークス、これが一番難しい。これどうしようかなって、やらんでいいかなと思ってる。はい、名称を未来にしてます。これも多分ね、無理かな。はい、とりあえず、今回逃げが多いんで、前クマが非常に多いんで、前々で決まりそうで決まらんそうなんで、かといって後ろから新潟のコーナー級の線に届かないんで、はい、中段やや前から競馬できる名称を未来にしてます。ここ2走とも前で
ね、前走もトップ以内に5万人なんで、2走前も惜しかったし、まあ、この馬が一番中段、前で競馬するならおいしい、おもれかなと思ってます。新潟も過去2着に実績なので、よろしくお願いします。はい、ということでまた明日の本チャンネルでお会いしましょう。ご清聴ありがとうございました。